そういうのもあるのね。こんばんは。こんばんは。なんか桜降ってる。すごっ。こんばんは皆さん。お元気ですか。何食べた。なんかイーラのやつ食べた。私チーズ食べれないんですよ。だからイーラのやつを食べました。めっちゃ美味しかった。イーラのやつ、イーラコイーラのやつ。こんばんは。めちゃくちゃ急そう、9割チーズでした。でもなんか飲み物チーズ抜きにもできるらしくて、そう見た。コースターはねマリンタンでした。勝負マリン、マリンタンでした。こんなのは私らしくない、でも気づかないふりして強がっているなんて、から落ちてプライドのせい、戸惑ってしまった、ためらってしまった、愛がもう見えなくなってた、それが答えならしょうがないわ、やっと冷静に今の状況理解し始めた。なな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 。この歌は戸惑ってためらってです。 AKB さんのうーかさんがセンターのやつですね。ありがとうございます。皆さんいっぱいギフト。今日はねあのブブカさんの撮影をしてきました。楽しかった。もうめちゃくちゃ楽しかった。ほんまにもう超楽しくてやばかった。びっくりするぐらい楽しかった。あ、ゆずの名刺レターやって、やったね。愛じゃん。もうほんまに楽しくて、そうもうめっちゃ楽しかった。今日一日もうびっくりした。楽しすぎてほんまに。キューマートのメニュー頼んだらゆずはちゃんのサイン、あ、はい、サインのやつやった。すごっ、ありがとうございます。楽しかったです。めちゃくちゃ なんかあのブブカさんの撮影でしたって載せたら、ほんまめったにこの人 DM してこやんねやろなって人からもういっぱい DM 来てて、そのファンの方でなんかめちゃくちゃ DM 来てました。みんなグラビアと思ってるやん。これでグラビアじゃなかった時どうするん。なんかさ、ゆずがブブカさん撮影しましたって載せたらさ、みんなんかすごいフォローが増えたんよ、ありがたいことに。ツイッターのね、これでもしグラビアじゃなかったらさ、あの何フォロー外されるのかな。これずっと思ってて。それちょっと怖くない。実はあの衣装パジャマでしたとか、もうそうやったらそれでおもろいけどね逆に。うん、外さないですかほんまに。そう、実はインタビューでした。ありえんで、実はインタビューだけでしたとか。めっちゃおもろい、超おもろい。やろ、寝巻きに見えなくもないやろ。たまにパジャマやで普通の。あれしてた、みんな水着って思ってるかもしれんけどパジャマやで。
おもろい。外さないでありがとうございます。凝ったドッキリですね。おもろい。まあ皆さんまた発売楽しみにしててください。もう超楽しかったです。私は一日皆さん今日は一日何してましたか？なんか今日コメントめっちゃ流れんの早い。あれ、いやショールーム初めてどれぐらい経った？もう10分経ってる？なんかすごいいっぱいコメントが来る。ありがとうございます。あ、ひたすら仕事お疲れ様でした。お仕事7分。今日クラス外だったよ。仲良しの友達と、あ、友達をクラスの間、すごいな。え、8分でもうたくさんの方が来てくれてありがとうございます。みんな分かりやすいんブブカ効果。ショールームでコラボとかできるの？ゆずさん、ショールームやってなすぎて分からへん。ゆず、こんばんは、こんばんは。ショールームやってなすぎて分からへん。あ、連携ってやつ？なんなん、コラボって。ちょ、分からんか、あんま触らんとこ。ちょっと怖いからやめとこ。何も触らないでいきます。明日コラボカフェ行くかも。ゆずちゃん当たりますように。当たりますように。あ、連携むずいんや。やめとこ。最近死ぬすぎてあんまりリプできなくてごめん。全然気にしないでください。そう、髪色めっちゃ明るくなったような。確かに。毎日 DM 届いて読んでくれて。読んでますよ DM。 ちゃんと全部読んでます。東京済みなのに横浜の方に行かないで難波の方にのグッドスピーター。ありがとうございます。わざわざ来てくれて。コラボカフェ行った時、隣がゆずちゃんのコースター当たってて嫉妬しました。そんなことあったん？なんで当たんないんですか？髪色ね、めっちゃ明るくなった。また暗くしに行こう。ちょっと、もうちょっと、もうちょっとこの色を楽しみます。私はちょっと明るいけど。っていうことなんですけど、皆さんこの間いつや？4月4日か。きっと見つかる恋し、あ、止めなあかんね。きっと見つかる恋してラブしてキューマート公演、皆さんありがとうございました。イエーイ、楽しかったです。とても。でも体力使った。ほんまにもうやばすぎた。マジでなんか、あ、しんどいしんどいってなっちゃったやばかったよほんまに。もう、あ、あ、やばい倒れるって思いながらずっとやってた。熱を、次昼夜公演なんですよ。恐ろしすぎる。儚い物語マジよかった。ありがとうございます。運動量ほんまにえぐい。やばすぎる。間違いない。あ、儚い物語よかった。ありがとうございます。儚い物語か、難しいな日本語って。
略して恋ラブ公演。そう、休憩も少ないし、あのユニットがないんですよ今回。だからずっと一生あの全員で出てるからだいぶ体力使いますね。あれもいや体力持つ自信ないねんけど、昼夜公演怖すぎる。どんな感じになるか分からへんからこそ余計に怖い。そんなに今までいない構成です。そのユニットがないんですよね今回。儚い物語がすでにエモかった。ありがとうございます。嬉しい。まだ初日見れてない、見てください。ぜひ DMM のアーカイブで見てください。前髪長。あ、今度は日曜日応募した。ありがとうございます。嬉しい。11日は入れると信じて役を取りました。早いなぁ、とんの。赤い耳でどうやった？なんか最初はすごいみんな元気やけど、やっぱりね、後半につれてあの何体力がなくなっていくんです、やっぱり。体力がなくなっていくからね、旦那。なんか言われちゃいました。あのフリーのとこも最後の方になったらここでイエイイエイって感じやから、なんかもっと一体感を出してって言われました。ゆずのショール見えて嬉しい。ありがとうございます。この後もちょっとインスタライブしようと思ってるんで来てください、皆さん。あの言って絶対拡散しといてくださいね。ショールームじゃない、インスタライブするから。髪もうめちゃくちゃ前に染めましたよ。もうめちゃくちゃ色あんなに抜けた。これも自分で巻きました、さっき。喋り方変わった、ほんまに。インスタライブなんじゃろ。ちょっとわかんないですね。今で15分経過してるの早っ。髪は伸ばし続けます。でもだいぶ伸びましたね今で。お腹空いてます。ゆずのおすすめのあの飴の中に梅入ったやつ食べてみてください。これ死ぬよこの体勢で。聞いてください、皆さん。なんとなんとあのテレビじゃない、何、エアコンのリモコンが見つかりました。嬉しい。いや雨の中に梅はめちゃくちゃ神じゃない。
やばいですよね。しかも私18歳になったんで、インスタライブとかショールームも10時以降までできるようになりました。4月になったから。最近ツイッターの画像で髪色いいなと思ってた。ありがとうございます。よかった。そう、なんかね、ソファーの下にずっといました。びっくりだね。ねえ、待ち受けのスコーンバカ可愛くない？やばいよな、えぐいよな、あの可愛さは。あの可愛さはスコちゃんにしか出せねえよ。初日で初めて劇場デビューした。ありがとう、嬉しいです。社会人になった感想は特にない。なんかあんまなった気がしやん、社会人に。はじめまして、はじめまして。あれは私だけのホーム画面です。スコ少し丸なった、ちょっとなったかもしれん。皆さんはお元気ですか？なんかほんまに気まぐれでショールーム始めたからさ、特に何か話すこともないねんな。でもなんかゆったり話したらいいなと思いまして。すこ最近パパに怒られてますよ。もうなんか変わらず怒られてるって思ってくれてたらいいです。お久しぶりです、お久しぶりです。今朝送ってやったら全然違うと思う。どういう意味？全然違うって。なんかめっちゃ悪いねんけど、なんか雰囲気変わったって。ほんまにそんな変わりました？何が変わったの？ビール飲んでもいいですか？飲んでください。それも全然飲んじゃってください。今のメイクの時の、今も撮影の時のメイク、そうです、そのまま。あれもちょっと目の下にラメは入れました、自分で。大人っぽくなったやって、一段と。インキャピース嬉しい。やっぱメイクさんがやるとね、垢抜けますね、顔が。そう、アイブロウも全部やっていただいたので、今日はめちゃくちゃ、もうほんまに久しぶりにメイクさんに全部メイクしていただきました。おめかやかの時作って持っていた前見ろ見えたって言ってくれて嬉しかった。見えてましたよ、ちゃんと。あ、かわいいかわいいか。あ、なくなっちゃった、かわいいって食べてたのに。眉毛脱色してないですよ。なんかメイクさんが合わせてやってくれました、色。 NMB って基本自分でメイクするの？なんかよくわからんかも。
する人もおるし、しない人もいます。欲しい欲しい。かわいっぺきた。ウォーウォーって見てきて、なんかただでかっこいいよって。ありがとうございます。かっこいいわ、モール。じゃ全部食べちゃおう。あ、桜来た。モール、あ、あ、食べた。おもろい。まつげパーマは やってもらってます、お店に行って。ペッ、綺麗だよって。かわいい。楽しい。音ペア。おもろい。あ、なんか今ヒョウ柄見えた。すごっ。何今のヒョウ柄。あんまんまんま、なんかいっぱいヒョウ柄のハート着てる。すげえ、ナンバー。すごい今のヒョウ柄のハート、びっくりした。まあ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 、ここに全部あるハートと星全部食べよう。すごい、こんなんや今ヒョウ柄。まあ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 、もうお腹いっぱい。あま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 あ、もうお腹いっぱいは。すごいな、こんなんにゃ。まあまあまあ、それずっとするもしや。疲れましたもん。ちょっと疲れちゃった。でも楽しかったです。やることないから。食べてつなぐしかの間違いない。どうしようかな、何しようかな。スクショタイムしますか。なんか私プライベートのショールームでスクショタイムってあんましないんですよ。なの今日 NMB の日やからって。そんなんあんの。シューマイになってたのに、もう一回。恋ラブ公演もなんか声らしいです。恋ラブ公演のポーズ。
この周りにショップ行ってランダム引いてるじちゃん出てありがとう嬉しいですとても。あんま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 あとは何やろ、まま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 ま、あとは何のポーズがありますか。にゃん、初めての無印の直筆当てたのゆうちゃんでした、ありがとうございます、嬉しい。なんだ金太郎飴にしか見えへんて。おどいたちどうやった、楽しかったですめっちゃ。キモートポーズってなんなんやの、どうやってやるの。いらっしゃいませ、これしかわからん。最近気になってます、なっちゃってください、いっぱい。目だけ配信ドドン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 ドジャー、なんかイケメン感増したってどういうこと。こんにちは、こんにちは。目だけスクショ。ゆずの目キラキラしてるよねって、やった嬉しいんだけど、やった課題してるのにゆずちゃん可愛すぎて宿舎しまくってて進まん、ちゃんとしてください課題は、うまっ、ちゃんとしてください課題は、もうね課題はもう今だけはできるの本当に。でもなんかあんま課題やらんかったけど、ちょっと後悔しても、課題しやんかったこと、課題しましょう、ちゃんとした方がいいよ。メイクさんのテクニック教えてもらかったの。いや普通になんかあのメイクさんが言ってくれたのは、なんやろ、なんて言ってくれたやったっけな、なんか別にその別何すっぴんといつも自分でゆずがメイクしてる顔あんま変わらへんから、なんかそのなんやナチュラルメイクでも全然いけるって言ってくれました。髪染めた、めちゃくちゃ前に、そんなに終わった瞬間後悔する、あ課題すればよかったってなっちゃう。ハローハロー My name is Yuzaお仕事戻ります、風邪ひかんようにね、頑張ってお仕事応援してます。こんばんは、5億年ぶりに来ました、ありがとう。まつげパーマとビューラーだけでやるのって違いますか。まつげパーマするのとビューラー違う、なんかね楽めっちゃやっぱり。でもあのいっぱい上げすぎると二重に食い込みます、私の場合。
はじめまして、はじめまして。だいぶ長いことやってるな、ショールーム。今思ったら、声が好きです。ありがとうございます。嬉しい。ゆずの巻き髪好きやねんけど、どんぐらい時間かかる？いや、もうめちゃくちゃ秒で終わる。ゆずの巻き髪全部外羽やねん。この外羽に全部いけるように、全部外羽にしてます。私は今どれぐらいやってる？ゆずショールームだいぶ長いことしてる。あ、5000人行きました、ありがとうございます。鼻の形好き、誰やったっけ、しおりもそれ言ってくれた。水田しおりちゃん言ってくれました。ルームフォローしました、ありがとうございます。嬉しい。桜味のもの好んで食べる派、結構分かれるね。でもね、あのスタバとかの桜は美味しい。めっちゃ大好きです、スタバの桜は。お久しぶりです、お久しぶりです。可愛い子ミッキーやって、ありがとうございます。嬉しい。あ、まそう、クレヨンしんちゃんのパジャマ。おい、おら、ぬえらしんのすけだぞ。ゆずはほんまに綺麗になったな。な、昔と大違い、ほんまに。仕事の続きしてきます。ファイト、似てる似てる。しんちゃん、皮の中に石がある。髪色一緒にしたいです。ね、オリーブベージュです。これはオリーブベージュが抜けた色です。結構経った、だから染めて。私楽しんでます、髪色を。俺の丸いお尻、しんのすけ。無理じゃない、ミサエって。無理よ、ミサエは。おい、俺ぬえらしんのすけだぞ。楽しい。すいません、 NMB 疎くてって書いての声、こんな可愛い子いたんだ。そんなことないけど、ありがとうございます。嬉しい。こんばんは、こんばんは。なぎちゃんと一緒の色、そうなんかな、分からへん。一緒なん？なぎさんの髪色知らんねんな。あ、疎くてって書いてよかった。あ、まん、間違いなく可愛くなった。数年前見たけど、ありがとうございます。そこ、なぎささんの巻き方じゃないです。うと読めたらもう天才やから。七期生で気になってる子、でも最近はね、アイピとずっとお話ししてます。あ、フォローしちゃったやって、イエーイ、ありがとうございます。嬉しい、やった、嬉しいです、フォローしてくれて。めっちゃ襟元折れるの。
カニワカニも話すけど、アイピはあの同い年っていうのもあってよく話が合います。めっちゃめっちゃ可愛いですが、なんでだって。え、こじれん推しの可愛いオタクがゆずずの声の表情ベタ褒めしてた。やった、嬉しい。やっぱ表情を褒められるっていうのはね、すごく嬉しいことなんですよ、私にとって。とても TikTok 復活してほしい。何も載せてないな最近、やることない。 TikTok 何も載せてないしね。アイピの前髪を一回だけ触ったことあります。もうなんかめちゃくちゃ綺麗やった、その時も。 NMB は可愛い子がめっちゃ多い。そうなんです、とても可愛い子が多いんです。 NMB は嬉しいのです。でも言われました、あきら先生に、あの私の公演中は何やろ、例えばあの平均点のプラス3点の女って言われました、あきら先生に。それもなんか例えば飛び抜けてこれがうまいっていう曲もなければ、飛び抜けてこれが下手くそっていう曲もないって言われました。ショック。でもほんまに間違いないんですよ、それ。間違いないんです。あ、ゆずちゃんのもわめ撮ろうか迷ってます。撮ってください、これからね。ね、写真いっぱい載せるので撮ってください。そうだから、でもほんまにその通りやなと思いました。例えば何やろ、儚い物語ですよ、印象に残るわけやん、センターでやらせていただいてるってことやから。でも他の曲で、例えば後ろの曲、後ろのポジションに立ってる曲とかやったら、別に目は行くけどそんな印象に残らへんみたいな。でもなんかなんて言ったの、ここめちゃくちゃ間違えてたみたいな曲もないって言われました。だからでも私そういうこと言われたらめちゃくちゃね、なんか悲しいっていうよりかは、え、じゃあ次見返したろうって思う方が強くなっちゃうんで頑張ります。だから私は頑張ります。スキンマートはねほんまに全体的にレベルが高いので筋トレしてます、もう毎日。でもあきら先生はね、そういうことをもうな、思ったことをちゃんと的確に言ってくれはるからも大好きです、ほんまに。筋トレしてます一応。なんか逆にずっと褒められる方が嫌な気持ちになる。それ嬉しいよ、めちゃくちゃ褒めてもらえるのって、すごい褒めてもらえるのはすごく嬉しいけど、逆にずっと褒められちゃうと、えみたいな、気使われてんのかなとか、なんかこの人のことほんまに信じていいんかなってなっちゃうんよ、こっちからしたら。そうだから、なんかゆずちゃん吹っ切れた感あります。そうですね、もうなんか吹っ切れましたね。なんか言われた方が、あ、ここをこうした方がこういう感じに見えんねやって、なんかわかるからすごい嬉しいです、そう言ってもらえた方が。
でもファンの方には褒めてもらいたいです。なんかねほんまによくなんかすごいお説教マニアみたいなファンの人言うじゃないですか。いいと思うんですけど本当にね、あこれはゆずの一意見として捉えてください。いいと思うんですけどあれ裏で私たちもすごく怒られたりしてるので、そうすごいしこたま怒られてるので本当に、だからもうファンの方はそれを踏まえた上でメンバーをもう褒めてあげてください。いっぱい、そう本当に私たちは裏でもたくさん怒られてるので、この間も私ナンバトルのいつやったっけ、ナンバトル公演前の初日の何やったっけな、あれ舞台監督さんにいっぱい怒られたので怒られたので本当に怒られたというか、まあちょっと注意されたので、はい、たくさんご指摘いただいたので皆さんはなんか褒めてあげてください。メンバーをちゃんと褒めてあげてください。ちゃんともういろいろ言われたので私は、本当にもうねいっぱい裏で私たちは怒られてます、いろいろ。だからこそもうファンの方は褒めてあげてください。メンバーをいっぱい、おおやほー、寒い、びっくりした、普段もついてんの、ついてる、寒い、そうメンバーのことをいっぱい褒めてあげてください皆さんは。ちょっと待って、運営の説教は誰がしたらいい、それはファンの方がしてください。それはもう私は何も言えないのでファンの方がしてください。それはもう、あエリザベスおひさって書いてね、おひさやん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 、でもかわいい、知り合いが初期のじゃない、あ、かわいい、あ、そう思って見たときかわいい、知り合いが初期のゆずにめっちゃ説教したと言っていたけどそれは違うと思った。そうほんまにもう説教はね本当にもういろんな大人にいっぱいされてるんですよ私たちも。そう振りがね言っても治らへんとかいっぱいもう言われ続けてたので私たちも、なので本当にうん、とりあえずファンの方はメンバーを褒めてあげてください。もうそれしか私は言うことがありません。ということでもう少しでショールも終わりたいと思います。この後ん10時で終わるの、まだ9時やで、あ9時で終わる、あユーサラブすね、うん、ということで皆さん今日もありがとうございました。ゆうちゃん後半叱ったことありますか？まああるけど基本自分ができてなかったら叱らなんか注意する資格もないと思ってる人なので特に何も言わないです。ということでランキング発表します。私22時以降もできちゃうんですよ。ということで13位からやったっけ、これ読むの、はい、ユダさんありがとうございます。ケロコさん、あ、13ユダさんありがとうございます。12ケロコさんありがとうございます。11マルチロさんありがとうございます。11ナルマンさんありがとうございます。9位アサガさんありがとうございます。8位モエカタンありがとうございます。7位サムさんありがとうございます。6位ナイトフライさんありがとうございます。5位ミキちゃんありがとうございます。4位 F さんありがとうございます。3位なっちゃんありがとうございます。2位ガルゾさんありがとうございます。そして1位はドルルルダン、キマティさんありがとうございます。イエーイイエーイイエーイ、今日ファンになりました、今日です、ありがとうございます。ということでこの後ね、今何時、9時前、8時50分、5時5分、 OK、 じゃあ9時からインスタライブしたいと思います。じゃあね皆さん、また後で絶対来てくださいね皆さん、絶対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 に来てくださいね。
約束ですよ。ということでありがとうございました。